さんはこう宮本さんに対してどのようなこの印象をお持ちですか。宴会部長野球のイメージもありますよ、まあまあ、もちろんね強かった頃のジャイアンツのあの雰囲気ムードを作ってるのは宮本さんやっていうなんかすごく、まあその後はもう高橋さんみたいなことですけども、中橋さんからいただいて、そしてで僕から元木に行って、で元木から久典に行ったという感じです。2人が出てくるとこうファンが盛り上がる、球場が盛り上がるみたいなイメージはすごく私はあります。ファンの方ってやっぱりね、球場に見に来てくださる方ってやっぱりね、大金を払ってね、見に来てくださってるんで、なんか お土産を持たせて帰りたいなとか、うん、なんかあるじゃん。パフォーマンスとかなんかね、うん、ちょっとガッツポーズもちょっと大きめとか、うん、っていうのはあるじゃないですか。桑田がかっこよかったんですよ、うん、でかっこ悪かったのが槙原ね、あれはかっこいいこれですか、お前は市毛博さんかみたいなね。